Hello, screen. 見とってくださいよ。今日出しますから。今日出しますから。おはようございます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は福岡市博多区にございます司月熊店さんにやってまいりました。早速今抽選の方受けてきたんですけれども、本日の抽選番号はこちらでございます。30番です。最近抽選はいいんですよ。抽選はですね、しかし街道日記は9月後半からの負の連鎖、なかなか断ち切れず、ただいま大きな連敗中でございます。苦戦の原因となっているのはやっぱりこう弱気な勝負というかですね、あんまり投資を大きくしたくないなと思いながら新規準期とかに結構行ってるんですけども、結果大きな投資で負けているので、逆に今日はこの博多実践、朝から高順増期を狙っていきたいと思っております。それではシーサの街道日記第734話、よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。よっしゃ行くぜ、勝つぜ、今日こそは、今日こそは勝つぜ。おはようございます。行きます。僕は今日は絆に座ります。おはようございます。あっという間に埋まってましたね。昨日ね5000枚ぐらい3枚数で出てる台ですね。一撃ポーンと4000枚以上の波があってという感じ。ただそれ以外もそんなに悪い動きしてないですよね。なのでちょっと今日どうかなというところありますけども、はい、しっかり今日は自分で展開作っていきたいと思います。最近当ててももう当ててるっていうよりも天井まで行って当たりに到達していることが多いので、今日は自分から当たりを迎えに行きますよ。よろしくお願いします。行きます。でね、ちょっと今やっぱり9月下旬からこの10月というのは地域によって、また時間によって寒暖の差の激しい季節、暑かったり寒かったりするわけですよ。暖房が欲しくなったりエアコンつけたくなったりするわけですよね。やっぱり気温も落ち着かない、そしてまあその体温というか体内温度も落ち着かない、実践も落ち着かないわけですね。だから連敗の原因は何かと言われれば、季節の変わり目、不安定な気温、それにつきます。心配ありません。さあやっとここで巻物来ました。134ゲーム、ちょっと巻物までがですね時間かかりましたけど、さあ一発目の巻物当たるかな。当たり、137ゲームでした。投資の方は250枚、ちょっと巻物まで遠かったですけど一発目刺さってくれましたね。いきます。さああとはバジリスクタイムです。チャンス、片手、中、赤、右、左、お見事です。白、一発目、おぼろでいきます。まあちょっとここは白だし次に行きたいという感じですかね。いや、わかりませんよ。まあ、穏やかに話してますけど気持ちは荒ぶってますからね、今。さあ一発目のバジリスクチャンス、はい、次ですね。おお、1ゲーム目の巻物、これで当たれ。レア役はねいいんですよ。
巻物は少ないですけど、その他の領域しっかり来てますね。さあ、BC 終わって1ゲーム目の巻物からはバジリスクチャンス当選タンジャーシチャンス。結構なんか今日感触的には悪くないですよ。感触的にはただ今はね、結果が欲しいので、連敗止めれれば連勝できそうな気もしてます。立ち上がり100ゲーム以上巻き物来なかったんですが、その後コンスタントに来てますよ。そしてすでに2回のバジリスクチャンスがあります。さあ、ここで勝手になるか。なりました。当たった。3回目。 BC は順調ですね。35ゲームです。投資は250枚のまま、これぐらいでね、ポンポン当たってくれたらすごい助かりますよね。白3回目のバジリスクチャンスになります。どうだ、健之介、よし、たバジリスクタイム当選までの投資は250枚でした。早かったですね。あとはここですよ、バジリスクタイム。本当に最近ことごとくね、1セット2セット続いてるので、一発目健之介トーチェリー、ここ大事にしたいな。あるあるぜ。はい、順調ですね、バジリスクタイム。そして巻物、今日の球団いけそうな気がする。ちょっとボス取っといて、それ承認中に取っといて。今ので無双一戦とかあればね、超絶嬉しかったですけどね。さあ、ここも同色揃いのバジリスクチャンスがあります。どうぞ。まずは初期投資250枚というのは本当に嬉しい。最近初期投資がね、なかなか抑えられずに、いきなり朝一が深くなるという実態も多かったですから。さあ、まずは開食後のバジリスクチャンスでした。再び1セット目の追徴からスタートです。30、嬉しいですよね、こういうのね。やった。さあ、これで単発もクリアですね。単発も回避ですね。超えました、1セット目。ちょっとプラスになります。嬉しいな。もう最近ね、甲賀日報帳聞くのもなかなか大変な絆でしたが、今日は1セット目からいけました。そしてここは3対3、お確率いける、この流れならいける。わっ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 、当たって当たって、ここで当たって、なんで緑じゃないんだよ。さあ、ここもバディリスクチャンスのチャンス。弱いっすね。でも引けてます。さあ、今度は今日滑る、引けてますよ。今日いける、今日はいける。ここで出す、都庁乱舞。さ
継続確定の1セット目ですけども、バジリスクチャンス当選ならこれで3セット目突入までが達成となりますね。はい、A 点に入ってからもいいですね、バジリスクチャンス。さあこれで1セット目追走と走2それぞれでバジリスクチャンス当選ということになります。あとは何か一つ大きな展開があればですね、とても良いのですが、終言モードとか振動術チャンスですね。よし、いいですよ。それでは2セット目に参ります。あー気持ちいい、これやっぱね、水槽から流れる歌は最高ですよ。まあいつも流れますけどねあの姫紫以外、なんかやっぱ博多違うわ。食べ物も美味しいし、実践も楽しいし、家に帰れるし、もう博多がいいいやよかよか、もう博多よかとこだっけ、よか。さあ2セット目、3セット、まあ伸ばせなかったですね、まあ、でも悪くなかったと思います。472枚低い投資で今日はまずこれぐらいの持ち込みができましたね。はい、3セット終了です。当然ここは次の AT 目指して続行です。まあこれぐらいの感覚で当たってくれればもちろん全然勝機あるんですけども、今日はね、ただ勝ちたいというだけじゃなくて、やっぱり大きい枚数で出したいですからね。どっかでやっぱり最近ご無沙汰のあれらが見たいですね、あれら。振動術チャンス、終言モード、エンディング、ちょっとね、AT 感飲まれて追加投資してきつかったですが、さあこれで2回目のバジリスクタイム、まあ、1000枚以上出れば勝ちっていう計算しやすい投資ですね。まだ終わったらいかん、また3セットか。421枚、1回目の AT とセット数は同じ、バジリスクチャンスありませんでしたね。終了、3セット、点数いいですね。極端に出てる台があるわけじゃないんですけど、当たりがしっかりついてますね。展開に流されてる台が多い、あえての点数ありだな。番長それ強いですからね、苦手としている棋士にあえていくっていうのも。座るならちょっとでも当たりが近そうな台座りたいですけど、決していいところでは空いてない。やっぱこれだけお客様いらっしゃいますからね、そんなポーンといいところで空いてない。で、絆が今フル稼働なんですよね。ちょっと戻りましょうか、絆。意外とこうやって戻ってからが良くなったりするかもよ。ちょっと周り見ましたけど、やっぱ稼働高くて空いてる台っていうのはもうこの高い稼働で見切られた台なんですよ。だったらまだ絆続行の方が面白いかなという気もします。もう一回絆いきます。あー今日絆で負けたら明日も絆いっちゃいます。朝から明後日も絆いく、勝つまで1000枚使うたびに心が折れて帰る、現れた。まあもう500ゲーム手前ですからね、まあ、ここで当たるか天井で当たるかですよ。1回目の AT 終了後も最初の BC までは500ゲーム、そして
ちょっと話が違う。なんだよ、じらしやがってこの野郎。3回目のバジリスクタイム確定しました。1150枚か。いけるいける、まだいける。思い出すだけで身の毛もよだつ。思い出すだに身の毛もよだつ。はい、今回は一発目で決まりましたね。 BC 化のハマりが本当に痛いんですけど、こういうね500とか487とか。ただ AT 化の BC そんなにこう回数多くないんですよね、まあ、あんま良くはなさそうですけど、いきます。3回目のバジリスクタイム、誰が出る。天然おぼろ、あ、まだだ、まだ揃えてからでしたね、すみません、まだでしたね。はい、さあ行きます。白ばっかりですね。うわー、振動術来て、振動術。さあもう AT は確定していましたので、これで一つ上乗せになりましたね。もうやめてよ、 AT 終わっていきなり500とか。いきます、誰。お、ふう、さあやっと楽しい時間がやってまいりました。多分ここまで大幅にカットされていると思いますけど、結構苦労しました。3回目の AT まで、1回目の AT 終わって500ハマり、2回目の AT 終わって490ぐらいハマり。しかしここが3回目のバジリスクタイム。投資1150枚、そしておぼろ背景なので継続率が 50% 以上ということになります。僕はもう 80% に期待して回します。あとやっぱり遠征中の BC ですよね。継続率だけではきついですから、1000枚出すのも。高確率はなし。オファースの中、こう入る瞬間のふーっていうのが鳥肌立ちますよね。もう涙ですよ、ワイルドアイズに。よっしゃ、これで3セット目まではいきます。1回目2回目3セットで終わってますから、ここはしっかりそこを越えて、そしてこの歌が流れて3セット目まで見えてる中で BC 引いて決めたいな。勝負ここで勝てば街道人気、久しぶりの勝利になります。巻物がダメなら強チェリーでどうですか。どうやったら当たってくれるんだ。もう巻物強チェリー立て付けに引いても当たらなかったら厳しいですよね。継続率は当然ここは 50% 以上あるので、ストックなくとも常に継続のチャンスはあります。しかしエリア役が引けてるだけに BC なしでこうやってセット繰り返すっていうのはちょっと残念な気もします。3セット目もこれでクリア。今日初めての4セット目に入ります。おう、え、なんで当たったの今。バジリスクチャンス確定。あ、あの強チェリーで当たってたってことですか。ちょっと長かったね。狙い中。結局今日は同色1回も見れてないですね。いい、当てることが大事だ。これで今日初めての4セット目突入ですから、一戦を超えたわけですよ今日の。そうなると流れが良くなるんですよ。この AT 中本当にレア役がよく引けているのでもったいないですね、一回もつかないのは。ついて引けないのも悔しいですけど。
中止法を左さあ、6セット目のバトルになります。ダメー、7セット目1回も承認中の高確率ないですけど、なんとか7セット目まで来ましたね。やっぱ継続率大事ですよね。7セット目に入ります。金言わないな。7セット目まで絆合格なし、ちょっときついねこれはね。いやー、いくら継続率がいいとはいえそろそろ厳しいですよ。当てないと本当に。さあ、絆合格ない中で7セット目までなんとか来てますが、8セット目となるか。まだ終わったらいかんよ源之助、頑張って。1回もつかなかったのちょっと残念ですね。7セットか、832枚、届かず。かなりレア役の多い AD でしたけども、高確率1セットでもあればね。何持ってるの？ほらよ、最初のバジリスクチャンスまでは行きましょう。ここを買ってきたね。発展してよ。当たった。クレジットでした。バージリスチャンス20ゲームですね。通常ゲーム回したのはこれが AT 当選なら逆転のチャンスになります。チャンス確定、狙い中。決まったぜ。これで4回目のバジリスクタイム確定となります。ちょっと箱にメダル入れます。流れが傾いた。いやー、なんか久しぶりに勝利が見えてきましたよ。本当に久しぶりに。いきます。さあ、本日4回目のバジリスクタイムはクレジットでの当選となります。当初メンバーであとちょっとというところで終わって残念でしたけども、これでまた逆転のチャンス生まれました。源之助です。ここで1セットか。150枚終了です。1000枚弱ですね、持ちコインが。結果 AT にはよく入ってくれてますけどね。あの BC 間のハマりさえなければ結構いい感じで終始も安定してたんですよ今日は多分。出せない、やめます。500枚ぐらいあるんで、当初分まであと6700枚は、まあ、もうちょっとまたハマったらもう心折れちゃうんで。マイジャグ3 121分の1、565ゲームハマってます。これいけんじゃないか、いけそうな気がする。あと600枚くらいですもんね。これ行ってみましょうか。持ち込んで移動します。番長シリーズが全部で40台というのもすごいですけど、まあ、特にこの番長3はですね、導入以来ずっと高い稼働と高い人気をね
維持してるコーナーです。まあ、見ていただいたら分かりますけど、なんか見るたびにこう、あれ2台に1台、3台に1台ぐらいはぎっしりと箱を積まれているコーナーがあります。まあ、番長シリーズの中でも番長3ですね。あとはもうバジリスク絆や番長シリーズに引き劣らぬ稼働を残しているのがこの窓曲げシリーズですね。やっぱり月熊店さんといえばいろんなスロット台がある中でもうこれはすごいよねっていう機種がいくつかあります。番長シリーズ、バジリスクシリーズ、窓曲げシリーズ。ただ今日見る限りでは、まあ、転生良かったですね。でも番長すれば良かった。そして窓曲げ、ここも今日は朝からすごいいい動きしてますよ。今月10月の28日土曜日に、またアローズスクリーンスタッフがこちら司月熊店さんにお邪魔しまして、この街道日記第734話のアンコール取材をさせていただきますので、また月末の司月熊店さんのこの734話のアンコール取材楽しみですよね。はい、実践終了でございます。今日はこの福岡に帰ってきての第734話でしたけれども、バジリスク絆打ちまして、最初の AT までは投資も低く持ち込みもある程度できたので、よし今日はいける、やっぱり博多違うなと思ってたんですけど、今日は総投資1150枚、総投資が1150枚で、最後の交換枚数がこちらですね、285枚の交換でしたので、今日はマイナス865枚という結果です。まあ勝てないですね。勝てない中でちょっといい感じになってるなって思うのは、負けがだんだん小さくなってる。2000枚以上の投資はね、ずっと続いててマイナス1000枚2000枚3000枚とこう来た中で、まあ、最近はこう何百枚のマイナスで済んでるっていう感じで、徐々に良くなってるのかなと。何言ってんだよっていう感じですよね。まあ、とにかく勝てないんですよ今。明日は佐賀県神埼市の司神埼店さん、九州連戦2日目、朝から勝利を目指していきたいと思います。以上、シーサの街道日記第734話でした。次回の街道日記は、現在8連敗中のシーサ、ここで勝てるか勝てないかは7倍のタイミング次第。次回シーサの街道日記第735話、7倍の重み、次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。